コメントこちら、ドン。北斗の地帯。名前、アナンさん、バロメー、すり抜け、七七。ランクプラチナ1、マップバインド、キャラスカイ、感度は 800dpi の、0.22。俺よりちょっと低いぐらいか。見てほしいところコメント。いつも配信楽しく見ています。バインドではスカイをよく使うことがあるんですが、B の守りが大の苦手です。個人的には以下の2点が今回微妙だったところです。攻めでは設置後のフラッシュの使いどころ。守りでは B サイト内で耐えている時に犬を作った方が良かったか、よろしくお願いします。コメントはシンプルなのが一番好きやわ。よし、じゃあ見ていくか。行きましょう。よいしょーす。ちょっと待って、うんって聞こえてきたけど、あらら、女性の方でした。いるんだね、マザーにコーチングしてもらいたいと思ってくれる女性がこの世に。皆さんしっかりあの石を置いていただいて。いや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 、手加減するのって何なの、厳しくいけますよ。そりゃ当たり前じゃないですか。向上心がある人にはやっぱ厳しくしないと。攻めぶりもショーティーショーティーま、うん、いや、壊してくんない。なんでやねん。あ、ショーティーだから打ちたくなかったのか。はい、ナイス、ダメージ入った。鳥ね、鳥ね、守って。うわ、ごめん。あれ、あれ、あれ、どこ行った、あれ。どういう挙動？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、どういう挙動？何が起きた？このぶりもおもろ。ショーティー買ってたのにびっくりしてナイフ振ってるやん。で、この後よ。こんなことある？なんかやばいとこ来た。すごいね。敵残り1名。ああ。ちょっとあれだな今のも。ナイス。ここがね、最初の索敵の仕方がと。これ壊してくんない、まああって、まあ犬流すじゃん。で、まあ7個のスキル返ってきた。で、木来て、まあ、ランプなんか噛んだってなったら、もうここ、今犬流して噛んでたら、まあ、こいつもう出てこれないから、で、ここに人数いるってことは、出る用のフラッシュ使った方がいいね、これね。うん。もうここにナイフも入ってるし、こうやってランプ狙って流すんじゃなくて、木なんか入って、束縛フラッシュで一気にみんな出てるみたいな方がいいかな。うん。うわ、ごめん。あと、このバインドこれ、A サイ入った時に、やばいとこ来た。これ、ね、ランプとシャワーをどっちもなんかカバーしようとすると結局事故ること多いから、まあどっちかにした方がいいね。この辺の動き、誰かがランプここに立って、まあレイズが頑張って押さえてくれてるのがいい。これやるから鼻からブリムのカバーするつもりで行った方がいい。特にシャワーいけてるから、死に行くつもりで。やばいとこ、はい、犬アップデ前です、これ多分今日の動画だけど、まあ、ちょっと厳しく言うとここも落ち着ければよかったかな。なんか、うん、やばいとこ、一人だけ流して一人で行くんじゃなくて味方と行けるとよかったかもね。まあ、サイファーが上手に、ね、ランプ60、はい、危ない。お、いいね、いいね。これね、これ危ないよ、死ぬぞ。こんなとこで出したら TP 来たら死ぬからね、なるべく体隠して丁寧に。これはもう P です。はい、爆砕2よ。はい、でフラッシュ、フラッシュ、あ、ワイヤーあるね、ワイヤー切ろ、ワイヤー切ってフラッシュ、フラッシュ使え。もう一人いる、もう一人、もう一人、右！私じゃないんだよ。ああ。強っ。はい。ナイス。ほほほ。入っちゃってない。もう来て。
A ラークできてるぞ、なんか。なんか A ラークできてんぞ。いけ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 。ナイス、おいガバすぎるだろ。相手木内から下がります。木内から下がるは、まあ考え方としては正しいよ。どこから犬出しとんねん。誰にが見えんねんそれ。鳥引きすぎ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 。まあ、まあ、これな。まあ、相手に目がないから下がるっていうのは、まあ、正しいし、やった方がいい動きなんだけど、味方と戦うラインを合わせるのは大事だと思う。特に、ここ今のとこだと、犬何も届いてないし、まあ、裏ね、ワイヤー一本だからワンチャンあるかなっていうのもあると思うけど、味方がこうなってて、最初がこうやって下がるんじゃなくて、まあ、レイズら辺のとこにいて、犬使ったりとか鳥使ったりとか、この味方が戦いやすいようにスキル入れたり、銃でカバーしたりできる位置にいた方がいいね。下がるのはわかるけど。で、まあ死んじゃったら下がればいいし。相手も僕死んだ、下がるっていうのはまあ合ってるようで、味方と足並み揃わなきゃ結局ね、あれなんで。犬ナイス。見切れてるのかそれは。まあまあまあ、でも熱い。ゴー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 、行ってあげて行ってあげて行ってあげて。いいね。ナイス。ヘブンもいる。ちょっとでも C か強い。もうランプ、まあいいんじゃない。これは結構いいか。ああ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 、なんでやねん。あー、まあ、こここれクラッシュ食らって、これクラッシュ、うん、これね一番最悪な感じに来たね。さっきの木箱裏もそうなんだけど、まあ、ここもう逃げれないポジションで、まあ、打ち合わなきゃいけないところだから、まあ、シーカー使って OK で、まあ、こうなって、まあ、ここランプ一人いますよって、まあ、分かってんじゃん。ってことは、まあ、こっちにピークしてきたら、レイズが先に撃っちゃうんだけど、この、今の敵みたいに、ここ?こっち側?こっち側にピークしてきたら、一番最初に撃っちゃうのは、自分だから、ここ。で、撃ち合って、カバー取ってもらう、ブリムに、とかに。だから、一番最初に撃ち合うなっていうのは、ちょっと、むずいけど、ちょっと、まあ、分かって、分かってればよかったね。いや、ごめん。スキル使いたくなるけど、ね。そう!ランプ見とけよかったか。ランプ見とくべきですね、これは。まあ、そこ入らなくていいと思うけどな。まあ、打ち合う順番を瞬時にって言うとちょっとむずいけど、考えて準備しとくだけで多分今のは勝てたかと思うし、まあ、1キル取れた時にベンチからちょっと下がるの考えてもいいかもしれないし、そもそもベンチに入んないみたいな。でもよかったかもね。トリプルで車線切ってからフラッシュだけはって、トリプルで車線切れないだろ、ヘブンにいるんだから。だから動けないんだよね、結局。レイズ、スパイド A。ワンオンワンになっちゃう。勝てばいい話なんだよ。ええ、貴重。ええ。ありがとうございます。フェイドさん、ありがとうございます。ずっとここのカーペット警戒せずにうろちょろしてたからね。いつか死なないかなと思ったけど、死んでくれたわ。カーペット気をつけてね。かもしれない運転しましょうね。車と同じやで。なんだこれ。フェイド、まあ、一人か。ナイスフラッシュ。変な車線。ナイスフラッシュ。うま。変な車線。なんかこの人楽しそうやな。マザーにもこういう時期はありました。ありがとうございます。今はもう愚痴ばっかりでね、何々せあれせないしょねこいつって。さあ、これワイヤーが高いか低いかはあのしゃがんで目線の強い目線の高さだったら超えれないから、しゃがんだ状態で目線の高さだと超えれないから。こっち来んなけよバカ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 、来んな来んな来んな、あっあいやー、ソリ。ねえ、野郎、何してんだっけよ、この野郎って俺なら言ってたと思う。足音立てないで、入ってくるとき。バッチンだから。そうだよねー、わかる、そうだよねー、来るならせめて足音消せよな。まあ、ちょっとレイズウルドの強いとこ出たね。なんか、あれだな、突然映画は一人で行くようになったな。途中まですごい、なんか味方に。入った。どうする、犬出すんでピークしてくださいか、一緒にピークしましょうか。白ぞ、危ない。
よし。いいね。いいね。で、犬。で、犬。スキル重ねてけ。スキル重ねてけ。何してんねん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 。犬でも鳥でもいい。何でもいい。何やそれ。犬。犬だぜ。下がってくれたか、これ。いる。いる。まあ。最悪だ。何してんねん。まあ、下げさすためにガンガン使いたかったな、いろいろな。サイファーのカメラ行った、何からでもいいんだけど、まあカメラ行って、見えた、ケージ焚いた、車線切った、犬で、まあ。おぉ。おぉ。よし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 。まあ今のはちょっとスキル重ねたかったね。ひょー。あ、だだだだだだだ。これな、シャワー。スキルはね、一気に使った方がいいよ、やっぱり。犬、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 チャンス、犬、チャンス、犬、チャンス。犬、犬、いけ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 、もうガンガンいけ、ガンガンいけ。おなし犬、サイトいない。さあ、配置どうしましょう。エルボー。いや、まあ、これね。あー、これね、ここね。まあ、犬使ってサイトいないってなったら、まあ、中5人固まるの弱いし、どっか取りたくなるし、余裕があるから。チーティー抑えに行く人と、まあ、エルボーを取りに行くっていう判断、こう、いいね。これを活かしたいね。フラッシュ行くからしね。エルボーフラッシュ流すの一言あって、流せたらもう満点でしたね、これはね。死んじゃってるし。どこにいるか分かって。最悪。ん？最悪だ。最悪だ。エルボースタイ。まずいまずい。まずいまずい、戦え戦え、ワイヤーも生きてる、ワイヤーもいい、とりあえずいい、戦え、あ、惜しい。うわ、無理。犬はエルボー見た方がいいか、サイナカか、ね、基本的にサイナカでいいと思うぞ。ビーバー、バインドビーバー、鳥でエルボーっていうか索敵するじゃなくて、いてもいなくても あそこに味方がいるってことはもうピークするしかないじゃん、この状態。こんなとこで止まってたら、止まっててもじゃん。だから多分行くんだよ。で、戦いに行ってほしいじゃん、二人いるなら特に。だから鳥を一個ここにこの辺に流してあげて、それのタイミングで出るみたいな感じにできたら、まあ、その時ねちょっとね味方に当てちゃうとね、多分めちゃくちゃ怒られるんだけど。もうあのキモかったフェードの記憶はもうなくなってはるわ、この人。はい、鳥いらないそれ。はい、はい、入った。いけ、行ってあげて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 、な、ワイヤール切ってあげて、よし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 、はい、かばしてあげて、シーカー上がった、シーカー使ってあげて、退散。なんかこの人あれやな、真面目にやってる感あるな。字が少なめの印紙、結構やってそうな感じだよね。 でもここはね、字が出した方がいいよ。待ってても負けるぞ。あー、もう遅い。入っちゃった。はい、クリアリングが進んでって、あ、これエルボーじゃねえってなってる。ロング、残り1名。解除しない。見えないでしょ。ジャンピーク、オッケー、ジャンピーク。あー、ほー、ナイス。おー、やるじゃん。まあ、やんじゃんだけど、まあ、この A のな、これな、ここな、まあ、犬、まあ、ここケアしてもらって、で、犬入れてあげて、壊された、前出る。で、4人いる、ここだったら、もうこれだったら、まあ、打ち合わせしてないから、突然起きたことだから、ちょっとね、イレギュラーかもしんないけど、ちょっと多分ね、この人、バインドの A 攻めるとき、鳥絶対ランプに入れる、もう癖づいてるから、これ。絶対。多分、ね、絶対癖なんだよ、これ。このプログラミングされたようになっちゃってるから、必要ないとき必要ないっていう、なんかその、そこの押し引きをやった方がいいね。ファーストラウンドの時とかも犬で噛んで、僕が来て、ここから束縛フラッシュ出るみたいな、なんか鳥を、なんかもうちょっとうまく使えるといいかな。最高。うん。シャワーが飛んでる。うん。もったいないね、これね。相手がこれ、ランプに売るときってきつい。で、木も来た。で、犬も流れてて、この辺にいるのバレてる。で、A ショート4人で、シャワー取れてないからガッて行く必要があるから。まあ、これは、ちょっと遅いね。全体的に遅いね。最高。
こうなった時に下がるのを考えても意味ないじゃん、これ。木も焚いてて、で犬も使って、鳥も使って、なんか、もういろいろ使ってるじゃん、もうここで。むちゃくちゃスキル使ってんじゃん。犬、木入って、ケージも投げて、で鳥も使って、レイズも入ろうとして、グレ構えてる。この間に一気に行きたいんだけど、なぜかここで止まるっていう。多分ワイヤー一本で止められてるんだよ、これ。かかってる味方いたらもう壊して入れ。行くしかない。で、ウルト使って、ゆっくりやるからこうやって相手に反撃のチャンスを与えて、まあ、反撃されてると。まあ、結果的にラウンドは取れたけど、まあ、あんま良くないね。なんならもう、木焚いてるのに欲しい時にはもうなくないみたいな状態になってるから。まあ、もちろんこの人だけじゃないけど、全体でのあれだけど。まあ、ワンオンワンでこれ、ちょっと気になったのは、こうなって2キル取った。ナイスキル取った。取り流した。で、ここ2個のフラッシュ。出してこれピピの後ドンってなってんじゃん、これわかるかな、撃ってるじゃんこれ、ピピドンって撃っちゃってるじゃん、で相手解除してないのこれ、だからまあこのピークはあんまりしない方がいいし危ない、このジャンプナイスしてるかどうかがわからないからしっかり頑張って、あ、まあ、もうちょいプリエム丁寧にできたらよかったねここね、うん、はい、ロング2だ、さあ行くか、だこういう取りやめた方がいいな、マジで。こういうなんか、いるってなって、これもういるじゃん、もうロング2やん、これ。こんなロング2じゃん。で、分かってて、こうなんか、私ここにいますよ、ってなるやつ。これって一回なんかその、束縛系のフラッシュ、この角使って出して、一回決め打ち入れるみたいなんだけどもいい。あんま良くない。もうこの相手のスカイも下手。何の鳥やねんっていう。何の鳥にもなってない。あ、でもこれで動かずに残っとくのはまあ。うん、なんかこの人あれだな。すごいなんか、普通だな。もうちょい弾けてもいい。すごい普通だ。いや、悪いことじゃないんだけどね。全然悪いことじゃないんだけど。なんか普通やな。まあやっぱなんかスカイにできることをもうちょいあるよっていうのをなんか教えてあげたいな。全然フラッシュ系イニシ使うならもうちょいなんかキル狙う。そう、いけ、うん、いいね。なんかこういうね、危ないところ、まあカーペットの時は、A 攻めの時のカーペットあったけど、こういうスキルは使えてるから、ファイトする時のスピード感のあるスキル回しができるようになったら、もっと良くなるかな。いや、うん、もうちょっと敵が来たとかっていう時に、どう倒すかっていうのを考えた方がいい。一人ででもいいし、味方に近くがいたいとか、まずそういうところから始めた方がいいかな。はい、総括！久々に言った気がする。まあ、攻めも守りもそうだけど、もうちょいなんかスピード感あった方がいいかな。スピード感あるといいかな。で、フラッシュ系イニシ使うなら、まあ、敵がいるってなったら、まあ、いるってなったりとか、まあ、いないでもいいんだけど、まあ、どう倒すかみたいなので、もうちょっと思考をそっちに持っていけたら、もっと良くなるんじゃないかなって感じかな。まあ、最後なんか、束縛出せてたけど、あれは、いて、暗いそうだなっていうのがもう分かりきってたから出せたんだけど、まあ、索敵が仕切れてなくて、いるかいないか分かんない場所に対しても、そういうスキルの使い方をできると、もっといいかも。B サイの中でこう束縛したシーンでロングに鳥とか犬とか流せそうじゃない？いる。フラッシュ食らうように、もう遅い。あちゃー、はい、僕中入ってフラッシュ構えて、いけ、そう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 、いいじゃん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 。まあああいうのって、まあ敵が一回犬入れてあそこの辺に突っ立ってるっていうのが分かってる状態で、まあ使えたんだけど、そういう情報がなくても、どんどんそういう使い方をして、前に出る方法もあるよっていうのを覚えてた方がいいかもね。そういう動きがなかったかも。ここにいたら倒せる動きみたいな。A ショートとか、僕だと。つけて、で、この後、こういう時に、木中からパンってフラッシュもう一個出して、パッと出るみたいな。すぐね。やれると、こういう、そういう動きができるようになると、多分、もっといい感じに行くようになると思う。で攻めは設置後のフラッシュの使いどころ、守りでは B 剤なんて使えるときに使った方がいいとか、まあ攻めの設置後のフラッシュっていうか、倒すためにフラッシュもうちょい使った方がいいよね。いいね、この人は。
と真面目にやりすぎ、自分のために使ってもいいっていう感じですかね。